始まった？あ、始まってるんじゃないかな。始まった？ちょっと時差があるかもしれないけど。あ、本当だ。うん。いいよ。はい。じゃあやる？やりましょうか。はい、やりましょう。皆さん、こんばんは。乃木坂46の猫舌ショールーム乃木坂ニャンバーワンが、はい、水曜日は私お送りします。今週はリモートでお届けすることになっておりまして、今回の進行役は私向井葉月が務めます。よろしくお願いします。はい、そしてリリアー、はい、ハズちゃん、よろしく、よろしく、はい、この番組は乃木坂46のメンバーが毎週いろんなテーマのナンバーワンを、超個人的に発表していこうっていう番組でということになっております。ちなみに今回も2つのテーマでランキングを考えてきました。はい、そのテーマ早速、じゃあ1つ目を発表したいと思います。はい、1つ目はメンバーとご飯を食べている時に撮った思い出の写真ナンバーワンです。うん、こちらは、季節が秋になったということで、秋になったのね食欲の秋にちなんだテーマで、本番前にトップ5の写真を選んできたので、それをお互いに5位から発表していきたいと思います。うん、そうね、もう秋だって早いよね。ね、びっくりじゃない、ね、あ、なんかある。そして初めてショールームをご覧になっている方、まず無料のアカウント登録をお願いします。右下のツイッターマークを押してどんどん拡散しちゃってください。お願いします。どっちだろうね、どっちだろうないけど、右下で、右下、はい、ということで2時間たっぷりとお楽しみください。はい、じゃあほいほい、いいのかな、トークしてこの台本を読んでる感がすごいんだけどトークしましょうね。オッケー、わかった、うん、じゃあまずちょっと質問しようかな、リリアに。おお、僕に。はい、リリアはちょっと自炊してるイメージが全然ないんですけど、はい、したりするんですか？しません。あ、しませんよね、やっぱりえ、するはずちゃん。私ね、この自粛期間に結構頑張ってみたりした。おお、けどまあ1ヶ月ぐらいしか続かなかったね。あ、そうなんだ。ちょっとなんか洗い物がやっぱ嫌じゃん。あー、確かに。だからあまり。確かに自炊ね。でもご飯作れたらやっぱいいよね。いいよね。なんか女子って感じになりたい。確かに。まあ、難しいですけど、主婦はすごいなって思うね。ね、ね、すごい。お母さんすごいよ。だから、ね、尊敬しちゃうです。はい、じゃあ行きますか、5位を。まずね、5位の発表。はいはい。あ、じゃあまず私からみたい。お、OK。私はね、ランキングというよりも、なんか、ランキング選べなかったからさ、何位とか。だから、まあ、順位はなしで、普通に5枚披露していこうと思います。はい。よかった。それでは、私の写真1枚目、どうぞ。これ出るのかな、出てるかな出てる、あ、出てる、出てる、どこに出てる、あ、出てる、あ覚えてる、これ覚えてる、これリリア、リリアもいるんだけどね、これ知ってるそう、これはね、懐かしいよね。もう入ってすぐでもないか、うん、な、2年目ぐらい、2年目ぐらいかじゃない、多分な、なんか
仕事終わりに4人、でんちゃんとみずきとりりあと私なんだけど、うん、あの仕事終わり偶然一緒にいたんだよね。なんかそう、なんかなんでだっけ、なんでだろうね、なんかどっか寄ろっかみたいになったのかな、うん、そうそうそう、それで近くのなんか大きいお店、うん、大きいお店の、うん、4人で食べに行った食べに行った、これ思い出なんですよね、私結構。いや、わかる、うん、ね、もう美味しかったよね、しかもめっちゃ超美味しかった、なんかみんなそれぞれさ、ちょっとなんか違うの頼んだりとか、うん、そう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 、うわ懐かしい、これうん懐かしい、これ楽しかった、あのさ、うん、なんかちょうど顔交換が流行ってる時期で、おお、あれ覚えてる、なんかさ、私がクマのリュックを背負ってて、あ、覚えてる、クマと顔交換しようと思って、こうやってね、クマのリュックこうやって持って、私と顔交換してって言って写真撮ってもらったの。そしたら後ろにいる普通の全然関係ない人と顔交換しちゃって、やばかったよね、あれね、すっごい面白かったの覚えてる。事故だったもんだってね、写真がもうあった、結構広い空間なのにゲラゲラ笑っちゃってさ、うん楽しかった、めっちゃね、楽しかった、ね、また行きたい ねみんなで、また行けたらね、行きたいね、ね、うん、こんな感じ、私の1枚目は。じゃあ、次はリリアの、はい、いきましょうか。はい。じゃあ、私の第5位は。時差があるみたいな。あ、出た！出ました。私遅いな。嘘、あ、出た、出たよ、覚えてる、これ、覚えてる、これはもうほんと、なんだ、プリンシパル、そう、の稽古の、あ、前かな、前かなに確か実感があって、うんうん、各のお店にこう寄ってみんなでご飯食べたっていうのが嬉しい、これ写真よくあったねそう、写真ね、あったのよ、みんなめっちゃ子供じゃないね子供すぎてさ、すごい、ね、あ、ヨダか、これ右にいるの、うん、うわー、うん、3,4,5,6,7人、うえーすごい、いやすごい、本当に、うん、本当に、本当に入ったばっかり、そうだね、時なんだけど、なんかプリンシパルって結構さ、なんかレッス稽古場行くのさ憂鬱だったじゃん、うん、その前になんか息抜きっていう感じだね、なんか、うん、確かに、でもやっぱ入ったばっかりで、まあ仲は良かったけど、うん、なんかまたご飯食べたのもそんなになかったから、うん、みんなで、だからなんかそこでわちゃわちゃしてもっとなんか仲良くなったかなって思って、そうだね、うん、なんかでも髪型とか服装に時代感じた、いや本当に若いみんな変わったねって思うよね。ね、大人になりましたよ。うん。うん、ね。ねえ。じゃあ、あれ、4位までやっていいんだよね、これ。うん、そうだよ。はい。じゃあ次は私行きます、はい。これも順位関係なしで選びました、うん。はい、それでは私の次の写真はこちらです。出ますか出ますかね、おー出ました、出ました、出ましたよ、あ、出たこれ、ね、お肉だ、そう、桃子とお肉を食べに行ったんだけど、これはね、初めて紅白に出た私たちが、はいはいはい、時で、だから紅白のリハが終わって、どっかその辺の街で車を降ろされて、でそのなんかどっか行くみたいな感じで行ったお店なんだけど、うん、だから12月30とか29とか30とか年末だね、そう、年末、インフルの2人で忘年会、そう、インフルの時、あー、そっか、
そう、忘年会を2人でしてきました。おー、いいですね。超美味しかったんだよ、もうこれ。いいなー。だからなんかもうそれ以来2人であんまりさ、こう予定とか合わなくて行ってないんだけど、また忘年会しようねって言って。いいね、確かに忘年会とかしたいね。はい、なんか、ね、なんか 3期生さ、全員はさ多分集まるの難しいからさ、うん、もう何人かでもいいからさ、なんか確かにみんなで会いたいよね。会いたい。、ね、そう、今度さ、うん、なんかいつかいつできるかわかんないけどさ、なんかまたあやのお家でね、なんか、うん、パコパとかしたいねとか話してたの。あ、だからさ、ね、来てよ。行きたい行きたい。ね。またまあまたいつできるかわかんないけどね、落ち着いたらしたいね。ね。そう、仲間集め中です今。お、参加します。リリアとかってさ、誰とさ、なんか2人ってあんまないか、ご飯行く人。誰と行ったりするの？へえ、山。あ、そっか。あとレノちゃんとか。ああ。あ、でもあと4人とかもある。あやと、くぼちゃんと、レノちゃんと、4人とか、うん、結構あったりして。ほんと、なんかさ、私さ、あやとさ、しおりとはさ、よく行くんだけどさ、うん、行こう。行く。リリアさ、誘っていいのかなって思って。なんで？リリア、絶対連絡返ってこないもん。いや、返すって。ほんと？帰ってくる？返す返す。いや、僕ほんと自分から、いけないから、うん、確かにそうだよね。行けないんだけど、そう、うん、待ってるけど、待ってるのね。待ってるの、そうそう。分かった、じゃあ今度誘うね。あ、待ってます。うん、じゃあこんなところでリリアの行きましょうか。はい、はい、じゃあ私の第4位は、出てるかな？私のが遅いっぽいね。出ないね。うん、まだね、出てない。出てない。うん。あれ、あ、そうなんですよ。え、本当に被ったっていう。え、本当に。え、なんかさ、嬉しい。ね、いや、だからさ、さっき出た時さ、うん、やばいって思った。え、嬉しいんだけど、思い出、思い出だよ。え、なんか変わった、変わった写真が。変わっちゃった。あれ、変わっちゃった。あれ。え、嬉しい。やっぱあれ覚えてるもん、すごい、うん、そう、うん、全部話しちゃったよね。ね、全部話しちゃったからどうしようと思ってさ、本当にさ、今ミスかと思ったもん、同じの出たから。嘘。違う、あ、同じミスって。いや、なんか本当出た時に、うん、もうなんかゾゾゾってしちゃった。同じだと思って。なんかさ、同じ思い出をこうお気に入りにしてるのが超嬉しい。ね、嬉しい、めっちゃ、うん、でも本当に楽しかったなっていう、また、ね、うん、この4人で行きたいなっていう、ね、行きたい、うん、なんかみんな仲いいもんね、結構、うん、みんな可愛いって。そう、楽しかったのよ。そうなんですよ、うん、はい、じゃあ全部話しちゃったんで。話しちゃったんで、すいません。はい、この後は、これか。じゃあ、企画1、はい、行ってみたいと思います。はい。題して、芸術の秋、乃木坂46、似顔絵クイズ。イェーイ。イェーイ。似顔絵クイズ。芸術の秋にちなんで、お絵描きをしていきたいと思います。おー。はい、ルールは制限時間1分で、乃木坂メンバーの似顔絵を描いて、その似顔絵が一体誰なのかを、ショールームの投票機能を使って視聴者の皆さんに予想してもらおうという企画です。はい、はい、みんなで似顔絵描くみたいですね。 OK、 頑張る。、ね、え、リリア絵うまいっけ？可愛い絵描くよ。なんか小学生の時とかすごい好きで、漫画家とかなりたかった、うん、時はちょっとあったりしたけど、なんか最近描いてないから。ああ、あと人の似顔絵描くってやっぱ難しいじゃん。そうだよね、うん、私も似顔絵苦手。似顔絵描いとかあるじゃん。ああ、あるね。でも全員同じ顔になっちゃう、多分。あ、わかる、めっちゃわかる。そうね、難しいよね。
はい、ではそれではやってみましょうか。はい。あ、これはまずリリアからやってもらおうと思うんですけど、はい、はいはいはい。お題、これ引くの？引くのかな、お題。あ、お題をじゃあ、じゃあ手元にありますか、なんか。ありますよ。じゃあそれから1枚引いて、はい、そのメンバーの絵を描いてください。いや、ちょっと待ってで、投票ははいはいはい、ね、コメント欄から誰が多いか4人ぐらい拾って、あれするんで、みんな投票してください。クエスト投票どうやってやるの？難しいわ、これ。難しいよね。難しい。なんかさ、メンバーだからさ、ちょっとさ、なんか、うまく描けなくてさ、ちょっとブスになっちゃったらさ、ね。上手に描かなきゃ。違いを出すのが難しいよね。そうだよね。どうやってやるんだ、これ。投票ってどうやってやるんだろうね。ちょっと待ってね。ほいほいほい。あ、じゃあリリアは書いててください。え、でもこれあれ1分あるからあ、そうか、1分あるか。そうなのよ。じゃあ行きます。1分はい、お願いします。よーい、スタート。いや、これ難しい、本当に。誰の絵を描くんでしょうか、リリアさんは。あ、間違えた。間違えた、やばい。難しそう。ショールームの投票機能。あ、ちょっと私勝手に喋ってるんで、気にせず書いてください。はい。30秒前。早っ。投票機能が分かりません。投票機能分かりません。難しい。スタッフさんが投票機能をあれしてるってくれてると思うんで、少々お待ちを。ほいほい。いや、これどうしよう。お、あー、さあ、誰が描けた、誰を描いたんでしょうか。はい、ちょっと待ってくださいね。はいはい、ちょっと投票機能を今どうにかしてるみたいな、はい、投票はできないっぽいです。あら？じゃあ見よっか、まず。はい、まずじゃあ見てください。見ましょう。いきます。はい。じゃあ、ダーン。おお、上手。誰だろう。いや、これちょっと難しいな。でも予想は、あれ、うん。嘘。予想は、言わない方がいいのかな。なんか髪の長さが、うん、なんか今の長さに したの。あ、したっていうか、超かわいい絵だね。潜在写真はね、うん、ちょっと違かったんだけど、うん、今の長さはこんぐらいかなっていう。いや、2人で絞ってる。おお、誰だ、これ難しい。かわいい。なんかこんなかわいい絵を描いてくれる子好き。いやいや、でも1分はやっぱ短いね。そうだね、短いね。なんか今投票どうにかしてるみたいなんで。はい、じゃあ皆さん、みんなできてる、これ投票できてるんですか。難かえ、どうやってやるのこれ。スタッフさんきっとやってくれる、なんか遠隔操作かなんかしてくれるのかな。かなね、わかんない。ね、そう、人を選ばないと、私、なんか、どうやってやるの？できてないよね。でもこれあれじゃない？とりあえず選択肢を。そうだね。じゃあ、うん、1個目。ミオナさん。ほうほうほう。2。さくらちゃん。ほうほうほう。3。ももこ。4。あすかさん。ほうほうほう。ですね。
そりゃ選択肢言わなきゃできんやろ。確かに私が言ってなかった。確かに私が言ってなかった。はい、皆さんできましたか。1、ミオナさん、うん、2、誰だっけ、さくらちゃん、あー、3、ももこ、はい、4、あすかさんだって。はい、みんな様、皆様覚えましたか。覚えましたか。あ、出てますね、テロップに。あ、本当だ、ありがとうございます。これさ、ほいほい、この中に答えなかったらさ、はい、え、私モモコかなって思った。いやでも、おお、ミオラさん、でもミオラさんっぽいかも。この中に、うん、あの正解がなかったとしたら、うん、あの外れです。外れで、でこの中に正解があったらっていう感じですね。これじゃあ終わったのかな、投票できるのかな。うん、してるっぽいです。なんか、あ、してんのか、いっぱい玉がこう投げられてるんで。あ、ほんとだ。ちょっと選択肢ね、先に決めてないんですよ。そうなんです。コメントからなんか探してないんです。そうだから、もしかしたら正解がない可能性もあるみたいです。うん、あります。その可能性もあります。そう、でも結構さ、4人以外のもすごい多いんだけどね。結構皆さん正解なし。そうだよね、書いた人が言えばいいのか、正解、あの、うん、選択肢を。そろそろ、あ、じゃあ5秒前、5、4、3、2、1、終了です。4が一番多い。4、誰だっけ、アスカさん、アスカさんかな。はい、じゃあ一番多い。でも結構僅差だよ、全部ね、結構割れてますね。はい、それでは正解をリリアさんお願いします。正解は、お、正解は、お、はい、テイラちゃんです。テイラ答えがありませんでした。サバンナロ、みんなコメント、みんなの負け。じゃあ僕の敗北だな、これは完全に。なんか、うん、マーズっぽい。あー、なんかそう、今短いじゃん、肩ぐらいじゃん。確かに、そうだから潜在写真はロングだったんだけど、あ、肩ぐらいだなって思って。じゃあヒントがあったんですね。そうなので、パッツンっぽい感じで耳が出てて、鼻がタプシとしてる感じかなっていう。かわいい、上手。確かに。っていう、うまいわ、さすが感じです。そう、すごいですね、はい、正解なし、ごめんなさいね、ちょっと私が正解がないっていう、私がうまくちょっと進行できてなくてすいません。え、じゃあこれはさ、どうしたらいいんだろう、うん、私が、うん、書いた人が、聞いたやつの中から、うん、一人絶対入れる。オッケー、わかった。いいんだね。ごめんね、ごめんね。愛が大事になって。セイラね。セイラちゃんでした。はい。じゃあ次、ハズちゃんに、私、行きたいと思います。はい、聞いてもらって。聞きます。結構、選択肢というか、お題が。じゃあ、いきます。じゃじゃん。おー、これって顔だけで勝負しなきゃいけないのかな。え、別にいいよ。なんでもそれは。え、わかんない。似顔絵だからそうなの。似顔絵。ちょっとじゃあ、いきますわ。あれ。じゃあ、はい。じゃあ、
はずちゃんの乃木坂46似顔絵クイズ、用意スタート。はい、書いてください。あれ、ペンが出る。あ、ペンが出ないのでちょっと茶色にしました。茶色ね、茶色に書きました。おー、もう予想してる人がいますけどね、まだ見てないっていう。まだ見てないのに。誰だろうね。ちょっと待って、難しい。嘘。うん、すごいね、あのメンバー以外にもあの書いてる人いますね。どういうことですか。あ、こんな感じかな。お、はい、終了です。ちょっと待って、やばい。じゃあ いきますよ。はい、お願いします。じゃん。え、だって、あれ、何、絶対絶対全員同じ顔になるわ。だって横のやつ何なの。何、なんか謎の生命体いるんだけど。ちょっとこれ選択肢言うね。お願いします。じゃあ、1番、はい、レンカ、はい、2番、神奈川さやちゃん、うん、3番、よだ、うん、5番、北野さん。おお、はい、え、もう一回見て、見せてほしい。はい、いや、わかんない。ヒントもあるよ。ヒントもあるよ、いっぱい。違う、横のやつ何なの、それが気になるよ。これこれ何。これこれでも分かる人は分かるかもしれない。結構分かるかもしれない。これは正解ありますよ。 OK。 じゃあ投票、うん、出る、出るのかな、今まだしてないかな。あ、投票してますね。してますね、みんなよろしく、うん、そう。でもその選択肢が、うん、絶妙だわ、めちゃくちゃ。そうだよね、うん、すごい迷う。うん。なんかみんなが言うのが、お、言うから、なんか、あ、それかなとか思っちゃう、自分が書いてある、うん、あ、そうなんだ。下手すぎて。これはサービス問題じゃない、だって。僕わかんない。ちょっとわかんないな、これ難しいね。うん、犬で合ってんの、犬、これ、うん、なんでしょうか。え、犬じゃないの、犬なの。それが気になって仕方なくてさ。投票中です。はい、顔の下のやつ、手っていう質問が来てます。これ手だよ、手。手らしいです。手、4本しかなかった、ごめん。今じゃないんだけど。ごめん、書き間違えた。あ、じゃあ5秒カウントダウンしてほしいね。お、草じゃないんだ、草じゃないよ。はい、伊藤さんの5秒前からって、伊藤さんがカウントダウンするみたい。じゃあカウントしますよ、いきまーす、はい、5、4、3、2、1、0。あ、2、2。お、お、4番が一番多いですね。50番さんですね。北野さん、正解は北野さん。おー、すごい、すごい、当たりだ、やった。これね、うん、北野さんのチップ、ワンちゃんだったのね。そうで、
これが青の手。あ、なるほどね。そう、でさ、だから絵描く、なんかさ、似顔絵以外描いたらさ、ダメかなって思ったんだけどさ、うん、さっきさ、リリアがセーラだったじゃん。うん、たださ、コメントにさ、セーラならたこ焼き描いたらよかったのにってコメントがあった。あ、だから、描いちゃった。確かに、おまけつけて描いちゃった。ガオ。じゃあ、皆さんの当たりですね。当たりですね。似てるでしょ。もうん、髪型のね、感じとかかな。そうだよね。うん、似てるよね。北野さん、もっと可愛いわ。ごめんなさい。ダメ出しが来てる。ダメ出しが来ちゃったよ。はい。これだけ？これぐらい？ 2 個、2問までやるのかな？どういきそうか。今は、30分ぐらいかな。 2個、あ、もう1問ずつやるって。お、ほーい。じゃあもう1問、じゃあリリア行きましょうか。はい、じゃあお題を引きます。ほう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 。誰だろうね、次は。よし、はい、行けます。お願いします。それでは行きます、よーい、スタート。これ楽しい。ね、楽しい。誰だろうね。これわかるかな、わかるんじゃないかなと思ってるんだけど。日村さん、確かに日村さんとか出てこないのかな。確かに。ひむこ。本人、本人か。え、本人だったらさ、うん、なんか容赦なく書けるから面白いね。確かに。でも自分書くの難しいかもね。確かに、うん、自分の特徴がさ、うん、ね、特徴ね。あ、ちょっと間違えたかもしんない。おっか、あ、もう終わる、やばい。終了。これやばいかもしんない。なんか早かった、早かったね。早かった。それでは見せてください。じゃあ行きます。じゃじゃん。お、かわいいけど顔が一緒、さっきと。そうだね、顔の違い描けないの。顔難しいよね。顔難しい。ほんとかわいいな。なんだこれ。これわかりますか。ちょっとこれうまく描けなかったな。ピース、ピース。いや、ピースじゃないんだけど、待って、なんか合ってますね。さあ、じゃあ、これ僕が選択肢を出せばいいのかな。はい、そうですね、選択肢を4つお願いします。はい、じゃあ、まず1番はどうしようかな。高山さん。はい。2番が真夏さん。うんうんうん。3番があやめちゃん。4番が松村さん。うん、という感じになっております。あさあどうでしょうか。どうだろう、わかんのかなこれ。でも結構ね、どうなんだろう。あー、投票中です。予想は、はいはいはい、でも高山さんかな。おー、でも真夏さんかな。これはもはや似顔絵対決ではなくなったという意見がありました。いや、難しいんだよ。まあ、そういうもんだよね。そういうもんよ。そういうもんだよ。やっぱさ、アイドルってこうみんな特徴があるじゃない。そうね。それぞれの。それをね、ファンの人が楽しめるよね。この子はこの特徴があるんだって。あー。いや、私、高山さんかな。おう。
いやでも8000万予想見てるのめっちゃ楽しい、こっちは。そうだよね、うん、みんな投票できましたかね、投票しましたかね。はい、じゃあカウントダウンいきます、はい、5秒前4、3、2、1、終了。お、に、真夏さんが多いね。お、本当だ。真夏さんがもうダントツ圧倒的ですね。じゃあ正解を発表しまーす。正解は2番真夏さんです。あ、言っちゃった。真夏さんです。おー、皆さん正解。真夏さんです。いや、そう、19まで書きたかったんだけどさ、手が書けなくて。ハート出てるじゃん。そう。だから時間なくて手がね、全然書けなかったんだけど。難しいよね。うわ、うん、そっか、ズッキュンか。そう。確かにちょっとなんか前髪の分け目が真夏さんっぽいなって思った。そうなのよ、分け目はね、写真を見て描きました。が、かわいい本当にそんな感じで、皆さん当たってたね。もう半分ぐらいの人が、ね、うん、当たってた。すごい面白い、うん、私ね、ポジピースかと思ったの、高山さんの。あ、そうだよねでも確かに高山さんのポジピースハート出ないもんね。あー、ピースだからね。ズッキュンね。おー、さすが。いいね。そうそう、はい、うん、皆さん正解おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ私行こうかな。はい、お願いします、はい、じゃあ私引きます。はーい、ちゃ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 。はい、おーおおお、はい、何おー、なるほどね。書くね。あ、じゃあ書きます、書きます。はい、じゃあはずちゃんの似顔絵クイズお願いします。はい、何の王だなっていう、なんか何の王なの書きやす、書きやすくはないけど、うん、特徴はつかめなくはないかもしれない。おー、なんだろう、全然わかんない。お、みなみさんっていう声がめちゃくちゃ上がってるっていう。みなみさん、あ、どうでしょう、どうでしょう。あ、めっちゃ似てるかも。嘘、めっちゃ上手かもしれない。どうだろう、わかんないな。あ、うまいかも。これは、あの、声負けつけないで当てられるわ、こんな。お、痛い、痛いですね。これはいけるな。はい。じゃあ、いきます。お願いします。じゃん。だって何なんか髪の毛がちょっとあんまりあれだね、ちょっとなんか前出ちゃったけど。待って、全然わかんないんだけどあれ、なんちょっとてんてんてんわらっていうコメントが来てる。すごいみんなハテナを浮かべてるんだけどじゃあちょっと選択肢いくね、お願いします。1番ゆりちゃん。おう。2番あやねさん。うん。3番。はい。ちょっと待って。何？3番。なんか2人ぐらいしか出てこない。みんなね、全然ね、予想ができてないから、ね。ちょっと待って。こんなに可愛くない子いない。ごめんなさい。ごめんなさい。違うんですよ。すごいクレームが来てますね。3番。ルナちゃん。はいはいはい。ルナちゃん。4番。レンカ。はい。
レンカちゃん2回目だけど。え、嘘。2回目だよ。さっきも選択肢にね、いた。嘘。え、ゆりちゃんで1番。うん、1番がゆりちゃん。1番がゆりちゃん。2番、あやねさん。3番、ルナちゃん。4番、レンカ。全然わかんないんだけど。ちょっと待って、たくさすぎ。なんかごめん。なんかめっちゃさ、あーみたいな、これいけるみたいな感じだったけどさ、全然わかんない。すごい、なんかちょっとあんまり可愛く描けなかったんだけど、うん、特徴は、掴めた気がしてたんだけど。髪短いってこと？長くもない。おー、投票しづらいだって。みんなすごい迷っちゃうっていう。そうだよね。特徴は、なんか特徴どこやねんって言うから、特徴は眉毛と口。口？うん。ちっちゃい。口ちっちゃい。おー。わかんない。ちびまる子ちゃんっぽい。漫画出てきそう。確かに可愛く描けたけど、なんか絵のタッチがさ、うん、ぽいぽい。確かに。あ、じゃあカウントダウンお願いします。あ、はい、じゃあいきます。はい、5、4、3、2、1、0。おしまい。お、1番かな。ゆりちゃんが多い。お、正解はれんかです。え、嘘。なんて言わないと思ってたんだけど。嘘。もうさ、れんかがさ、選択肢になさす、あ、コメントになさすぎて、うん、言ったらバレちゃうと思ってて。え、れんかちゃんだけは絶対違うと思う。あのね、あの、あ、皆さんちょっと言ったけど、すごい、あの、可愛く描けなかったけど、ブスとかそういうのじゃないです、本当に。ね、特徴はなんとなく、れんかってちょっと垂れてる眉毛かなって思って。あー、確かに。で、れんか口もちっちゃいから、うん、ちっちゃめの口にして、うん、で、前髪もちょっとこうシースルーっぽくこう何本かみたいな。それシースルーなんだ。それ、そう、ちょっとなんか、なるほどね、髪どんどん足してっちゃって増えちゃった。はい、こんな感じ。おー、みんながすごいブチギレンカとか怒ってるんです。ごめんなさい、死んでるのよ。なんか、あとはレンカはこの前の歌番組でこう抜かれた瞬間がかっこよくこう、うん、なんかかっこいいとこだったから、うん、ちょっとそういうなんか無表情っぽい感じにしてみた。キリッとしてるっていうこと、ね、そう、キリッとしてないよね。確かになんかゆりちゃんに見えてきたもん。うん、ゆりちゃんかなと僕は思ってたんだけど、ゆりちゃんっぽい。そう、ごめんなさいね、下手で。画伯ですね。言わないでよ。なんかな。じゃあ似顔絵会話ちょっとこの辺で、ミントですね、コメントが割れてるんで。はい。はい、じゃあ以上、芸術の秋似顔絵クイズでした。はい、じゃあそれでは、じゃあ最初のあの写真のランキングに戻りましょう。はい。ご飯の。じゃあ。私から、はずちゃんからかな。はい、私からですね。じゃあ皆さん気持ちを切り替えていきましょう。はい、じゃあ私がこれも順位なしで選びました。はい、こちらです。じゃーん、出るかな、ますかね。お、出ましたね。あ、出た。これさっき一瞬ちょっと映ったんですけど、ね、これはね、左から、ほいほい、左から松村さん、私、
みなみさん、まーやさん、かりんさんの5人なんですけど、ほうほうほう、これ沖縄なんですね。あー、そうで、沖縄であのさ、海でさ、点数が良かった人からさ上がっていったじゃん、うん、でさ、上がってった人は沖縄観光してたんだけど、うん、残った何人か、うん、で次の企画に行ったじゃん、うん、でそれで上がった人、だから最後まで残らずに途中で上がれた人の、うん、人がこの終わった後みんなでご飯に行ったんですけど、ほうほうほう、その時の写真で、で多分みんな写真見ればわかると思うんですけど、うん、あのめっちゃ食べるんですね、ここ今の5人。確かにそうだね。そうだからメニューもこれ食べるこれ食べるって言ってみんなすっごい食べて、うん、そう、みなみさんとかも意外と食べ、あ、そうなんだ、もう、そう、牛舎までいた人、うん、そうそうそう、みなみさんもあやさんも結構食べて、そうなんだ、もちろんかりんさんと松村さんは皆さんご存知、うん、食べるんですけど、だからなんか、あ、もりもり食べるっていうか普通に結構食べてたから、うん、何食べたの？もう私が本当にそこで美味しいって思ったのは海ぶどう。あー、まあね、美味しいよね。そう、僕も大好き。そっか沖縄だ。そうですよ。そう、そうですよ。もう超美味しかったです、沖縄料理。あ、よかったです。そう、すっなんかさ、ちょっとさ、遠慮しちゃったりするじゃん、ご飯行くとみんなあんまり食べないかなとか思って、うん、でもこの時のメンバーはみんなこれ食べるって、これ食べないかなって言ってもすごい頼むから、私も遠慮なしに、先輩の中だけど、いや、いいね。でもすっごい食べました、この写真楽しかったから選んでみました、うん、これめっちゃ余談なんですけど、うん、ちなみに言うと、まあ、抜けたんですよ、僕はね、うんうんうん、だから沖縄そばをね食べに行ったんだけど、うん、お、いいね。レイカさんとカナさんと僕とレノちゃんで、うん、テーブルで、うん、皆さん、いいなうらやましい。それもそう、余談だからさ、先輩とあんまりご飯とか食べに行かないからさ、うんうん、なんかもう行っただけで思い出だよね。そうね、確かに、なんか一緒にご飯食べるだけでやっぱなんか、うん、ウキウキするよね。そうだよね。いや、楽しかったわ。沖縄も本当楽しかった。ねえ、楽しかった。やっぱ海で抜けた組が羨ましかったよ、本当に。イエーイ。水族館行きましたよ。そう。じゃあ次、リリアに行きましょう、はい。じゃあ、私の第3位は。出るかな？出るかな？あ、出ました。おお、あ、これはあのセーラームーンのセーラームーンのねミュージカルがありまして、はい、それで、まあ、チーム ーンっていう、まあ、チームでやってたんですけど、そのチーム ーンの5人で、これはもう全部終わって、うん、6月と9月の公演どっちも終わって、全部終わった後に行った打ち上げの時の写真ですね。いいね、楽しそう。いいな、楽しかった。めっちゃすっごい仲良しだったよね。うん、すごい仲良くて、まあ、舞台やる前はやっぱりなんか、うん、ちょっとまだそんなにさ、うんうんうん、距離がちょっとあった感じだけど、やっぱ舞台やってから一気にすごく縮まって、いいですね、アミちゃん先輩。そうなのよ。いいな、何食べたの、この時は。焼肉行った。あ、いいな、羨ましい。そう、みんなで行こうねって言ってて、うん、やっと行けたの写真。わ、いい思い出。いい思い出。やっぱセーラームーンってさ、なんか、うん、こう一緒にいる期間が長いからすっごい仲良くなれるよね、うん、そうだよね。やっぱ稽古だともう1ヶ月ぐらいずっと一緒に毎日いるから、うん、そうだよね。うん、いいな、いいな、楽しそう。楽しかった思い出です。あり、はい、はい、続いて、あ、これじゃあこれは終わりかな。
以上、先輩、以上、メンバーとご飯を食べている時に撮った思い出の写真ニャンバーワンでした。皆さん、このいろんな写真を見られたからね、楽しそう、楽しかったんじゃないかなと思います。はい、では次の企画行ってみたいと思います。はいはい、続いての企画は読書の秋文学作品穴埋めチャレンジ。おお、これはガチの企画ですね。これはガチの企画ですよ。はい、読書の秋にちなんで名作と呼ばれる、文学作品の超有名な一節を穴埋めクイズ形式で私たちが、予想していこうということでなんですけど、はい、あの抜き打ちなんで一般教養が試されますね。いや、怖ちょっとこれちゃんとやあの正解さしたい。いやでもね、文学作品は好きなの、うん、そうだよね。なんかさ、うん、あの結構前、今年年始ぐらいにさ、うん、なんかレノとリリアの話を聞いてたら、おう、なんか石川啄木がみたいな話してなかった。なんかその文豪というか、その文学作品の話をしてたから、何この子たちって思って、すっごい文豪の話をよくするんですよ。そうだよね、そうなの。だからちょっと強いんじゃない、リリアは。いやちょっとね、いや好きなんだけど、でも覚えてるかって言われたらちょっと微妙だから、うん、まあ、そこは頑張りたい。そうですね。はい、ではちなみにあのカンニング禁止なので、はい、コメントは見ないようにしていきたい。後ろを向かせて、はい、後ろを向かせて、はい、それでは一つ目の文学作品穴埋めチャレンジ行ってみましょう。はい、これ見なきゃダメじゃない？確かにそうじゃん。でコメント違うさ、ページにしよう。オッケー、ギフトにしてよ、ギフトに。待って、オッケー、できました。はい、じゃあ行きましょう。はい、これどう、あ、これかな、これかな、あ、違う、ん、どれだ、これさ、紙置いてあるよ。え、嘘？これ？じゃあ、いきます。これです。はい。ほうほうほう。丸々の多い生涯を送ってきました。太宰治、人間失格より。ねえ、これさ、私、これは失格、映画見たんだけどさ。おう。なんだっけ？なんだっけ？何？え、待って、なんだっけ、映画見たんだよね、私。いや、僕はこの作品めちゃめちゃ好きなので。え、なんだっけ、僕、太宰さん好きなんですよ。で、その中でもね、人間失格は本当に好きで、うん、あの主人公がようちゃんって言うんだけど、ようぞうって言うんだけど、うん、ようちゃんがね、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、すごい言っちゃうわ、やめよう。すごい形だ。え、なんだっけ、ちょっと待って、これ映画見たのに。映画やってたね。やってたよね。うん。わかんないけど。じゃあちょっと答え、私たちの答え、はい、発表しましょう。じゃあまず、私行く？オッケー？なんの多い人生？待って、わかんない。なんだっけ？僕が、じゃあ出しますね。はい。じゃん。恥。そうだ、恥の多い生涯を送ってきましたではないでしょうか。そうだ、うん、恥ずかしい。それ正解だわ。正解発表します。はい、お願いします。正解は、あ、ね、正解ないんだけど、なん、おお、え、リリア正解です。やったー。いや、これはね、わかる。基本中の基本だよね。うん。あと、僕、普通に好きだからっていう理由。うわー、すっごい。これちょっと僕、チャンス問題。チャンス問題。うわー、恥ずかしい。すごい、リリア、さすがです。はい。では、次の問題に行きましょう。はい。2問目。じゃじゃん。また、
私はその人を常に〇〇と呼んでいた。夏目漱石、心より。あー、心ね。心そんないい、これ心読んでないかな。読んでない。結構前だよね、でも読んでも読んだ、うん、なんかね、うん、これの解説をしてる動画があって、うん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 、それは見たことあるんだけど、本文を読んでないんだよね。ちょっと教えて今度それ。OK、いいよ。あの、オリラジの中田さんがやってる。ああそうそうそう。それで心でやってたんだよね、確か。ちょっと見よう、帰ったら。私はその人を常に。ヒントがね、あるんですよ。あ、ヒント。ヒントが2個かな ?2 個ある。はい、うん、じゃあ、1個目のヒントは。はい、じゃん。すごい長い。ほんとだ。長くて読めない。あ、本文だな。本文。ちょっと難しい。ちょっとでもこれさ、うん。なんか昔の作品だから、うん。ああ。なんか今の時代で考えちゃいけない気がした。ああ。書いた。え、これさ、今コメント見れてないけど、みんなわかってるのかな？みんなわかってるのかな？漢字2文字らしい、ヒントによると。はい、じゃあ、回答。これかな？はい、書きました。じゃあ、出しましょう。はい。せーの。お、お、一緒！一緒！だよね、多分そうだよね。多分ね。なんかね、師匠か迷ったんだけど。あー、なるほど。じゃあ、答えお願いします。はい。あー、やったー、当たったー、当たったー。いいんだ、先生。おお。私、神様かなって思った一瞬。あー、わかんないけど、呼んで慕うっていう。うん、なるほどね。何でもよかった、当たって、当たったってか、ね、分かったっていうより当たったってね。じゃあ次行きましょうか。次行きましょう。次の問題こちらです。はい。雨にも負けず、風にも負けず、丸々にも夏の暑さにも負けず。あー、待って。はい、これ行きましょう。待って。え、なんだっけ、なんだっけ、ここだけわかんないな。なんだろう。だってこれ常識だよね。常識。怖いね。勉強したいと忘れるんだよ、これ。雨にも負けず、風にも負けず。え、なんだっけ。でもさ、すごい長かったよね。うん。だってこれさ、うん、覚えさせられなかった。え、そうだ。なんかさ、国語の授業でさ、全員発表みたいな。あー、え、僕それ竹取物語だった。ね、そうそう。え、じゃあちょっとヒントを見ましょう。はい、ヒントをお願いします。ヒント1、はい、1は雨や風のようにあまりにもひどいこと、心が負けてしまいそうになるもの。あ、なんだっけ、やばい、バカって思われたくないんだよね。いや、これちょっと、いや、分かったかなと思いつつ分かってないかも。ちょっとヒント、あ、1個だ。ヒント1個しかない。ヒント1個か。じゃあこれ、うん、や、思い出せそうになるので、私これかな。いや、でも違うかもしれない。あ、分かった分かった分かった。はい、書きました。はい、書きました。いきます。いきます。せーの。の、じゃん。あ、違う。嵐。嵐。雪。あれ、嵐か。え、分かんない。でも似てるから違うかもしれない、ね、じゃあ正解を、ね、お願いします、はい、どっちだ、どっち、どっちがどっちがだ。あ、雪だ。雪。
あったあった、すごい、これね、最後の最後にピンと思い出した。そっか、なるほどね。そう、なんか雨と風できたからね、嵐だったんだよ、そうだね、合体させちゃった。確かにヒントに合ってる、そっちの方が、うん、ね、雪か、なるほどね。じゃあ次の問題に行きましょう、うん、はい、じゃじゃん、親譲りの〇〇で子供の頃から損ばかりしている。これね、分かりそう、わっぱなんか、ね、分かった、なニュアンスは分かってんだけどね、言葉が、いや、うん、分かった、いける、あ、やば、変なバランスになっちゃった、もういっか、はい、あった、自信ある？ちょっと、いや、ないかも。微妙なんだよ、微妙、でも3文字だから、うん、多分大丈夫、いや、これは多分いけるかもしれない、いける？じゃあいく、うん、いいよ、はい、いっせーのーで、無鉄砲、おお、無鉄砲、一緒、一緒、これ絶対正解だよね、ね、やったー、あ、安心、これなんか覚えてた、なんで、ね、私もなんか国語の授業見たね、欲しい、やった、でもこれなんか多分印象的すぎて覚えてるよ、ね、うん、すごい印象的だったかも、ね、じゃあ次の問題いこう、ほいほい、次の問題は、この世の中には正直、はあ、正直ほど難しいものはないし、〇〇ほど優しいものはありません。わかんない。ドストエフスキー、ドストエフスキー読んでないの。私も罪と罰。罪と罰。これさ、なんかさ、学芸会とかでやんない？え？やんない。私はやってないんだけど。やった。一個上の学年とかがやってなかった。そんな、こんな大人っぽいものやったことない。嘘かもしれない。そうか、ちょっと覚えてない、ちょっとわかんない、ちょっと待って、なんだこれ、ちょっと難しい、自分の中には正直は難しいものありませんし、じゃあヒントいこう、ヒント、ヒントいきましょう、ヒントは、この優しいとは簡単なという意味です。うん、正直な人が言わないことは何でしょう。え？正直な人が言わないことは、この世の中には正直は難しいものありません。三文字か。三文字か。あ、ヒント2があります。お、ヒント2。お願いします。たとえ正直に、うん、言っていないとしても他人に言われて嫌な気分がしないもの。わかんないな、難しい、なんか難しいね、この人のね、いや、ドストエフスキー難しいんだよ、たとえ正直に言っていないとしても他人に言われて嫌な気がしないもの。ちょっと待って、3文字がわからないね、ちょっと時間かかっちゃうわ、分かんなくて、僕も全然分かん、何も出てこない、ちょっと待って、これみんな分かってんのかな、コメント見たいね、めっちゃ見たいけど見れない、見れない、これもわかんないな、適当に書けますけども、適当に書けました、私も書けましたよ、あ、じゃあいきましょうか、はい、せーの、じゃん、あ、無関心、無関心ほど優しいものはありません、無関心だわ絶対、違う、絶対違う、だってわかんなかったもん、自己満ね、自己満ね、なるほどね、適当ですこれ、本当にわかんない違う、正解をお願いします、はい、
え、リラも違う？違うって。そう。なんだろう、正解。何？わあ！おお！すっきり！なるほどね。なるほどね。覚えとかなきゃ。はあ。これ覚えとこう。確かにそうかもしれない。ね、ちょっとなんか勉強になったね。うん、勉強になった。すごい楽しい。楽しかった。これでじゃ あの問題は以上です。はい。コメント見よう、コメント。ね。バカすぎとかコメントあったら嫌なんだけど。怖い。皆さん分かりましたかね。皆さん分かりましたっけ？分かりましたか？はい。ちょっと難しかった。そうだね。ちょっと難しかったね。はい、ではこんな感じですね。はいはい。以上、読書の秋でした。イエーイ。はい、で次は、さっき写真を1枚出し忘れちゃってたので、はい。もう1枚ずつ写真出していきたいと思います。はい。じゃあ、私から先に出します。はい、私の写真はこちらです。じゃーん、ぴょーん、出たかな、出たかな。あっ、あもうこれですね、これ。本当に、いや、これはね、すごく楽しかったです。楽しかったね。うん。なんでライブの時？そう、名古屋のライブの時で、名古屋だっけ？名古屋。名古屋だっけ？わかんない。僕、多分、あ、もう、違う、大阪かな。ちょっと、あれなんだっけ、遠征でね、東京行った時。そう。で、ホテルに行ったんだけど、うん、なんか、ホテルでなんか突然みずきから電話来て、うん、なんかあの、ね、部屋来ないみたいな、うん、でみずきから部屋来ないなんて普通によくあることだから、うん、なんか普通に行ったの、何にも考えずに。そしたらお部屋に入ったらぶつけられてシュークリームを。本当にびっくりしました。いや、なんかそのはずちゃんが誕生日だからお祝いしようってなって、うん、でケーキを買おうと思ったんだけど、うん、ケーキがなかったの。うん、そうだからシュークリームを買って、でみんなでその部屋に行って、うん、電気を消して、うん、暗闇に隠れて来たぞって言って。なんでこんなことになったんだったかな。いや、めっちゃ嬉しい。本当、なんか私今まで高中高と、うん、サプライズみたいな誕生日お祝いされたことがなかったから、うん、この瞬間、うわ、乃木坂入ってよかったみたいな。みんなに出会ってよかったって思った。すごい。いや、でも本当になんかね、楽しかったなと思う。楽しかった。うん。で、そう、メガネかけたままやられたんです。そうなの。だから、いや、このなんかみんなでさ、うん、本当、大丈夫みたいになって、ごめんごめんごめんってなって。全然大丈夫。メガネもさ、あの結構プラス、あの全部同じ、あの、まあ、洗いやすいメガネだったから、すごいよく、うん、よかった。けどもう、あの皆さん、あのコンタクトしてる方は、あのクリームが目に入らないように気をつけてください。確かに危ない。ね、痛いよ。うん、楽しかった、本当に。ね、懐かしい。やっぱ誕生日をね、お祝いされるのは嬉しいよ、ね。うんうん、嬉しい。うん、いや、楽しかったです。これ、ね、これはもう絶対選ぶ写真。はい。こんな感じ。うん、じゃあリリア行きましょうか。はい、続いて私の写真、はい、こちらです。じゃん、じゃん、出た？あ、出ました。あ、出た。あら、どうしたんですか、これは。これは、あの、山下美月なんですけども、うん、美月なんか、
セラミをちょうどね、うん、やってる時に、うん、まあ、セラミの人は夏休みが3日ぐらいだったの、うん、そうだったね、そうそう、でちょっと短くって、うん、でどうするって言ってて山と、うんうん、それで、うん、なんか最初はね温泉行こうって言ってたの、うん、宿を取ってね2人で温泉に行こうって言ってたんだけど、うん、なんか宿を探すの2人なんかめんどくさくなっちゃって、うん、そう、それで急遽夢の国に行きまして、うん、おー、いいですね、そうで夢の国で遊んでご飯食べてる時の写真ですね、うん、いい、そうなの、なんか夢の顔してた、夢の顔ってなんか楽しそう楽しそう、そういいね、楽しかった、でもね真夏だったから、うん、もうそうかそうか、暑くて暑くてさそうだよね、2人ともそうヘトヘトになりながら、でも、うん、すごい楽しかったですね、もう2年、うん、3年前ぐらい、2年前ぐらいかな、なんかちょうどそれがだよね、うん、いやお疲れ様でした本当にいや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 、そちらこそいやー楽しそう、行きたい、なんか行きたい、行きたいねって言ってるんだけどさ、やっぱなかなか行けなくて、ね、行けない、うん、私だからさ行けるようになったらさレノにさお願いしようかなって思う、チケット取ったレノお願い取ってって言ってもらいたいそうそう、なんか山がねチケットをね持ってて、あっ、あれ何、うん、なんかでもらったやつだよね、それ多分、そう、なんかそう、それで2人でね行こうって言ってたんだけど、こんな感じになっちゃったら行けなくて、なるほどね、そうなんです、楽しそうですね、はいはい、じゃあ次私の写真、最後かな、はい、最後の写真、最後の写真です、こちらです、さあご飯の写真じゃないんですけど、うん、これは南さんと初めて焼肉に行った時の写真です、いやーもうニヤニヤしてるじゃん、だってそうなのもう本当に楽しかった、幸せだった、うーん、でこの日はちょっとおしゃれして、おなんか靴もちょっとヒール高めの履いて行ったの、うん、でそれで帰りに駅まで一緒に歩いたんだけど、私がこう慣れない靴だったからつまずいたのね、うん、そしたら南さんがもう大丈夫とか言って、うん、慣れない靴履くからだよみたいなこと言ったの、えーかわいいって思ってなんかのろけを聞かされてるみたいな感じ本当に幸せだった、いや幸せだね、もうでなんかお肉の写真とかもさ普段さ撮るんだけど、うん、緊張しすぎて1枚も撮ってなかったなんか先輩の前で携帯出せなくて、うん、だからみなみさんとのこのツーショットだけなんですけど、本当にいや素敵よ、幸せでしただってチューしたじゃないよ、チューしてないよ、チューした何聞いてるの、やばい、そう楽しかった、いいね、はい、こんな感じです、じゃあリリア行きましょう、私の最後の写真はこちらです、出るかな、あ、おお、これは出た、出た、あ、出てました、これもこれさっきのセラミューのそのチームムーンのメンバーなんですけど、うん、この時はその、まあ、10月ぐらいでちょうど僕の誕生日と、うん、農場さんの誕生日が、まあ、近くで、うん、そうだからそれをねお祝いしようっていうことになって、いい、ね、そう高山さんのお家に行ってですね、おみんなでご飯を食べてケーキもね買ってきてくださってね、そう合同誕生日会みたいなのをして、そうなんかそしたらねサプライズでそのみんながプレゼントを買ってくれてて、うん、僕のね好きなキャラクターがいるんだけど、そのキャラクターの、うん、もうめっちゃ大きいぬいぐるみ、ええー、
そう、それをね、サプライズでプレゼントしてくれて、もうそれが本当に嬉しかった。じゃん。楽しそう、すごい。楽しかった。これ、持ってたクッキーはさ、うん。あの、星のやつ。うん。星というか、惑星のやつ。そうそうそう。ですよね。そうです。ね、すごい。なんか、いいね、その、先輩たちとの交流。そっか、1期生と3期生だったんだ。そうなの。うちのね、ヌーンは、そうなんです。可愛がってもらったでしょ。はい。いいね。赤ちゃんって呼ばれてたんで。あー。そう、もうみんなから言われてた。だって赤ちゃんだもん。まあ、一番下だったから、年が。そうだね。うん。そうそうそう。確かに。なんかさ、この、そっか、一番下でマーキュリーだったんだ。うん。なんか、大変じゃなかった？なんか、指揮官出さなきゃいけないじゃん。そうね。いや、大変だったよ。そうだよね。すごい大変。苦労した役。うん。だよね。そんな感じで。そんな感じです。写真ニャンバーワンは以上です。はい。はーい。はーい。それでは、次は、まだ、はい、次は、次の企画3つ目は、乃木坂46の猫舌ショールームの恒例企画みたいです。はい、ブログ写真記憶力クイズ。はい、こちらの企画はですね、乃木坂のメンバーとして、ブログって大切じゃないですか、やっぱり書くのが。そうですね。うん。だからそのブログの写真を、ブログ写真を使った企画なんですけど、はいはいはい。スタッフさんが写真を、記事のタイトルをピックアップしてくれているので、そのタイトルと写真から記事の内容を思い出せるか挑戦するクイズ。おー、なるほど。役難関だね、これ。いや、これね、当たると思えない。思えない。だって結構書いてるじゃん、ブログって。いや、なんか自分がどの写真を載せてるってあんまり、うん、だよね。かも。はい。これちなみに、うん、視聴者の皆さんの力を借りて回答しても OK。なるほどね。ファンの皆さんの方が多分詳しいと思う。そうだよね。うん。うん。これなんとか正解にたどり着けたら。そうですね。はい、頑張ります。お願いします。それではまず1問目をお願いします。はい。出るのかな？じゃじゃん。じゃじゃん。じゃじゃん。どれだ？どっちかだろうね。出てる？出てる？まだ出てない。出てない。あ、出た。うわっ。お、あ、はじちゃんの。これ内容覚えてる、多分。うそ。覚えてる？え、これはね。はいはいはい。で、スペイベがあるじゃないですか、ボーリング大会。うん、で、初めてこの、加入して初めてボーリング大会がある、あった時に。はいはい。ボーリングで苦手だから、レンカと練習しに行った時の写真なんで。ほうほうほう。レンカとボーリング練習しに行きましたみたいな感じだね。だよね。正解！やったー！いや、これ覚えてる。え、すごい。え、すごい。本当に。ボーリング大会とクルージングありがとうございました、うん、たって書いてて。そう。レンカと練習に行きましたってちゃんと書いてる。お。え、すごすぎる。そんな当てれるの。これ覚えてる、すごい。もうこの後、プリクラとか撮って楽しみましたんで。うわー、いいのー。え、ボーリング行きたーい。行きたいね。行きたい。え、なんか。ん？え、なんか。何？コメントが。はいはい。コメントで怒られてるみたいです、私たち。嘘。そう。なんだろう、何を怒ってんだろう。
何何？お二人ランキング飛ばしちゃったって。ランキングって何？え、あの MV のやつごめん。え、でもなんかこれやってから僕行くのかなって思ってたんだけど。そうだね、でも大丈夫大丈夫、ごめんなさいみんな本当に。すいません、もうあのもう進行やらないんで。いや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 、今日は許して本当にすいません。いいよ、行きますか。じゃあ次リディアの行きましょう。はい、じゃあ僕の、うん、お、出た、かわいい。え、あってちょっとかわいい。これ難しいね、この自分じゃん。自分じゃヒントが何もないもんね。え、ちょっと待ってね、なんだろう、これ多分さ、あのファンの見てくださってる人もさ難しいんじゃない、うん、でもなんかね、この写真はなんとなく覚えてるんだけど、うんうん、で衣装の感じで、うん、これかこれかなっていうのは、うん、ある。でも初々しいよねこれ。いやもうめっちゃ昔だよね。うん、ああ、私のところにはこのブログの印刷されたのがあるんですけど、はいはいはい、これはねもう本当にヒントみたいな言っちゃうけど、うん、最初だと思う、多分分かんないけど。最初？最初の方だと思う。お見立て会。お、ピンポン。これさ、日にちが2016年12月19日だから一番最初だよね多分。あー、そうかもしんない。そう、これは3期生として先日お見立て会で初披露となりました。あー、という、いやなんかね3期ライブか迷って、うん、あー確かに、こうすごいどっちかなって思ったんだけど、うん、当たり前、最初のブログですね。ね、なんか最初さリレーだったじゃん、うん、うん、だから僕がさ確か一番最初、うん、だったから。そうそう、でも何変えたらいいのみたいな、どうしたらいいんだよってさ、うんうんうん、だからなんか後の人めっちゃ羨ましくて。確かに、私もどんな感じかってわかるじゃん。そうだよね、結構みんなの見た覚えあるもん。うん、うわー、なんか懐かしい、かわいい。あ、この時はいはい、ツインテールを実はダンスをする際に邪魔になるので結んでほしいとお願いしたら、なんと OK が、それでツインテールになりましただって。そう、最初ってね、ね、うんうん、髪型を変えちゃいけないって言われてて、うん、その潜在写真みたいなやつ、うんうん、かな。だから、でも僕はね、どうしても踊るとかかっちゃうの全部、うんうん、の毛が。そうだから、結んでもいいですかってこう聞いたら OK が出て、そっからね、ツインテールが始まってる、ね、今でも結構するもんね。そう、やっぱね、髪の毛ね、かかるし、うん、暑いじゃん、下ろしてると。うん、でも、汗かくじゃん、うん、で汗、うちらかくじゃん、めっちゃ、うん、すごい、かくよね。ライブの時はね、やっぱまとめてるといいよね、うん、なんか最初の頃からさ、結んでるの私たちだったよね。確かに、そう、下ろしてたけど私たち最初になんか結んでた覚え、うん、ハジちゃんずっとね、一個結ぶしてた、ね、そう、私髪の毛がさ、細くて広がっちゃうから、うん、で、汗かくからもう大変なことになるから、結構ずっと結んでた。うん、はい、これで、はいはい、じゃあ、まだもう一個ぐらいいく？あ、終わりみたい。終わりです。はい、終わりです。ブログの写真終わりです。はーい。はい、じゃあ、次は、次こそランキングコーナーですね。はい、行きましょう。次のランキングは、MV が好きな乃木坂46の曲、ニャンバーワンです。イェーイ！イェーイ！はい、こちらはですね、乃木坂46第2弾 MV 集。
オールマイコレクション2あの時の彼女たちが9月9日に発売されるということで、この中に収録されている曲の中から、好きな曲トップ5を私たちが考えてきたので、はい、皆さんあのその MV どんなだったかなって想像しながら見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、これも私はあのMV ランキングっていったらすごい細かく決めてて、うんうんうん、この中にある曲でベスト5難しいんで、これもあのランキングなしでいきますね、はい、まず一つ目はこちらです。ごめんなさい、私だった頑張ってこちらです。あ、アンダーアンダー、この MV はですね好きなんですよねどういうところアンダーライブのショットというか裏のカメラの映像が収録されているあの MV なんですけど、私結構もう入る前からアンダーライブはいろんなところ回っていたので、本当にアンダーライブが埋まらない時とかもすごく行ってたので、なんか本当にアンダーメンバーがいてくれてよかったっていう気持ち、すごく好きな MV です。ヤスピが多分好きな人は多いんじゃないかなって。そうだね、皆さんもどうでしょうか、いいかな。あと特にあの6枚目シングルの選抜発表で、ねねさんが選抜に入って、でだからまりかさんもその後に続いたのね、自分でこう見に行くスタイルだったんで、まりかさんも続いて行ったんだけど、そこでまりかさんは選抜に入ることができなくて悔しいっていう気持ちを出してるシーンもすごく好きで、好きですはい、こんな感じ以上です。はいはいはい、なるほど、はい、でははい、リリア、すごい、来ましょう、続いて、はい、僕はじゃじゃん、この曲ですはい、シークレットグラフィティ、いいね、カンニングしちゃった、カンニングじゃないフライングしちゃった、いやいや、いいですよ、そういや、シークレットグラフィティ、いいよね、うん、大好き、なんか切なかったりとか儚い感じの MV ももちろん好きなんだけど、明るい感じ、そんなバカなとかさ、すごいなんだろう、ちょっとお茶目な感じがあって可愛らしい MV がすごく好きで、ポニーテールのさ樋口さんがさ、もうギュンギュンだよね本当に本当に可愛い、そうだからなんか見てなんかキュンキュンしたというか、かわいいって思いました。乃木坂内での樋口さんの立ち位置をもうまんま、にした感じ。なんかマドンナっていう、本当にヒロインでマドンナって感じがすごくするから、それがすごく伝わってきて、可愛らしいし、なんか明るくなるというか、楽しくなんか結構乃木坂ってさ、切ないというか、なんか、仲間外れの女の子が何か殻を破ってこう成長していく姿みたいな MV が多い中で、そういう明るい MV っていうのはやっぱり心にも残るし、ハッピーな気持ちになれるから、そうそうそう、好き、私もすごい楽しいなって、いいですね、はいはいチョイス私もまた行こうかな、もう一つ、はい、次はこちらです、はい、ハルジオンが咲くから、これ好きなんですよ、いいよね、わかります、これはなんか乃木坂の乃木坂を見てる気分になる、わかる乃木坂を見てる気分になる、特に見なくて
うわ乃木坂だって思う。なんか清く美しくって感じがすごくて、うん、そう、わかる。なんか優しい感じも、うん、そう。でさ、さっきさ、これでこの MV で私が好きなっていうか気になるシーンがあって、うん、それは、うん、ピアノかなんかの影に、うん、だけにあの南さんと生田さんがこう、わかる、わかる。あるじゃん。あと僕、あの橋本さんとアスカさんの、うん、こういうところが、うん、好きなんで。そっち派ね、そっち派ね。そっち派。どっちも。もうそのシーンでなんかこうキス近づく感じでこうピアノに沈んでくんだけど、うん、でなんか、え、チューしたの、チューしたの、チューしたよねみたいな気持ちなの、感的にはで、だからこれを出す前にさっきさ、南さんとの写真出したじゃん、私、うん、そしたらコメントにチューしたって感じてたの。だからなんか、あれなんか、見ましたっけと思ってちょっとタイムリーで面白くなっちゃった。確かに、なるほど。そう、こんな感じ。うーん、いや、好きです。いいですね。なんか乃木坂、乃木坂46を表してくれている、ほんと今は見れない、うん、今の乃木坂じゃない感じ。はい、以上。はい、次行きましょう。続いて僕の次の MV はこちらです。じゃん。毎日がメラニューで。ダメだよ。ダメだよ。ちょっと私、あのさ、私もなんでいいですか、出して。私もそれ。はい、一緒。一緒。やっぱね、これはね、うん。楽しかったもんね、思い出だよね。うん。なんかやっぱり結構最初の方は3期生で。活動しててずっと一緒にいることが多かったけど、うん、なんかやっぱ最近になるとそれぞれ個々のお仕事があったりとかで、うん、なかなか集まる機会がなかったりして、うん、その中で撮ったからより一層、うん、嬉しかったというか、ね、わかる、楽しかったね。なんかあのタイミングで MV またみんなで撮れてよかったなって思うの。よかった。全てを乗り越えって感じね。なんかさ、時々メキメキがさ、うん、本当はなんかバーベキューとかする予定だったけど、うんうん、雨でなくなっちゃったじゃん、うん、なんかそれがこれで叶った感じ。うん、わかる。その時は雨降ってなくてなかったよね、うん、珍しく降ってないって言ってそうそうそういや、本当に楽しかったね。え、楽しかった、本当に。ポジション隣だよね。うんうんうん。あれ隣だよね。隣だと思う。でさ、なんかさ、ラスト旅撮るときにさ、ハイタッチした。ねしたよね。何回撮ったよね、ハイタッチのさ。そう、あそこ、なんかさ、ね、誰にハイタッチしよう、なんか、ラスト目見ようみたいなときに、リリアを見たら絶対なの。なんかリリアの安心感がすごくて。嘘。うん、だからなんかリリアをいつも見ちゃってた。嬉しい、なんか。楽しかったね。ねえ、楽しかったなって、その思い出が詰まってますね。ね、ほんと、うん、いい思い出。うん。もう曲もいいもんね、なんか。ねえ、なんか温まるよね。そう、うん。寒かった。寒かったっけ？寒かった。あ、寒かったね。寒かった。だからみんなでさ、キャンプファイヤーそうだ、やってたよね懐かしい。うん、はい、そんな感じですね。はい、じゃあ続いて私は、はい、はいはい、こちらです、うん、じゃあじゃん、マイルール。マイルール。マイルールです。いいですね。これは、好き。あ、これも樋口さんセンターだね。うん。確かに。で、これは、何をこんなに好きかっていうと、私は、普通になんか、先輩ってすごって思った MV で。ああ。なんていうの、コンテンポラリーダンスっていうの、うん、難しいダンスじゃない。そう。
ジャズっぽいというか。ジャズか。ね。わかんないけど。ダンスはあんまりわかんないんだけど。うん、これ私、3期生がアンダーに入る1個前の曲なんだ、うん。で、自分たちが次アンダーに入るかもしれないっていう時に、この MV が出されて、うん、私、こんなことできない私、アンダーに入っても、絶対足引っ張っちゃう。やばいって思ったのがすごい大きくて、乃木坂の先輩ってすごいんだなって思った。うん、なんか力強さとかかっこよさとかすごい出てて、うん、そう、だから好きな MV。 うーん、樋口さんが好きなんだよね樋口さんって美しいよね。うん、そりゃそりゃ、なんか好きでした。好きです。樋口さんって好きですよね。好きです。今も好きです。うん、今では2人も普通にダンスしとるのだね。え、なんかさ成長した、うん、ね、あの方も最初ライブの時リリアめっちゃ大変そうだったもん。何が、何の時アンダーライブでさ、あ、最初セラメでいなかったじゃん。いなかった。てか次のライブからさ、うん、アンダーライブ、私たちが初めて参加するアンダーライブにいなかったんだよね。そうそうそう、ちょうどね、かぶってていなくって、うん、そう。だから私たちがもう、3期生がもう覚えてる曲もリリアは一から覚えなきゃいけなくて。そう。なんかね、初めてのアンダラの時は、その北海道だったじゃん。うんうん。なんか北海道、千秋楽終わってるってね。うん。千秋楽終わって次の日に北海道に行く日だったの。そうだったっけ。死にそうではあった。そうだよね。そう。本当に辛そうで。いやー、でもなんか、やっぱりアンダーの曲、すごい好きな曲、いっぱいあるから、うん、それを踊らせてもらえるのは楽しかった。嬉しかった。思い出もたくさんあり。うん。ですね。はい。じゃあ、はい、続いて、リリア、お願いします。はい、続いて私の MV はこちらです。じゃん、三角のアッチ。私迷った。本当に、うん、やっぱね、これはなんだろう、なんか自分の中でこの曲はすごく残ってるんだよね、心に。いや、全部残ってるんだけど。そう、フロントだよね。そう、フロントやらせていただいたんだけど、うん、なんかやっぱり3人でフロントで少なくって、うん、結構どうしようって不安な気持ちとかもすごいいっぱいあったんだけど、うん、なんか樋口さんが新メトリー、新メだから支えてくださったりとか、あとセンターの花さんがやっぱりすごい一番近くでやっぱ見てたりして、うん、本当にかっこよくて、うん、それでなんかすごい心を揺さぶられたというか、確かにすごいこんなかっこいいのはすごいなって思って、うん、かなさんね、かっこいいよね。いや、本当にかっこいい。でなんかこの MV って結構ちょっと乃木坂っぽくないっていうか、うん、あんまりその学生とかの感じではないし、うんうん、どっちかというとちょっと大人っぽい感じ。うん、そうだね。だからなんかそれがまたちょっと普段と違っていいかなっていう、うん、あ、確かに、この MV 撮った時めちゃくちゃ熱くなかった。え、そうだっけ。もうそれしか覚えてないんだよね。嘘。結構古い建物でエアコンが効かなくて、うん、なんか衣装が結構ボリュームが、ね、そうだね。だからみんなこう移動が大変だったよね。移動大変だって楽屋のがスカートがすごいふんわりしてるから、うん、ぶつかっちゃう、ね、そう、暑かったからなんか最初前髪を下ろしてたんだけど、うん、汗かいてうねうねだったから本番前髪上げたの。あ、そうなんだ。もうだからなんか前髪上がってる曲だからな、恥ずかしいけど。かわいいじゃん。でもすごい楽しかった、好きな曲、うん、すごく好きです。なんかもっと披露したいなって、ね、これからも。確かに、やっぱね、あんまりないよ。あんまり、そうだね、うん、ないかも。だから披露したい、アンダーライブしたい、はい、ぜひぜひしたいね。じゃあ次行きましょうか。次行きましょうか。はい、
では私の次の曲はこちらです。私最後です、これ。はい、じゃじゃん。もう一回下げて。はい、もう一回下げて。こちらです。僕の衝動です。僕の衝動です。これはもういい思い出の曲です。そう、これははい、あんま言えない。そうね、あんま言えない。テレビあるから全部は来週、今週の乃木中見てください宣伝かよ、宣伝かよ乃木中を見てくださいえ、でもこれを選ぶと思わなかった。いや、これは雨だったっていう、雨だった記憶いや、しかもさ、うん、どこのメイクみたいなしてるじゃん。うん、汚れのメイクみたいなそうそうそう、だからさ、雨の中さ、汚れてんのさ、ずっとで、なんか、どういうことって、だから、そう、なんか、撮ってる時は全然想像つかなくて、やっぱり、うん、ね、できた時に、こう、こうなってるんだ。大変だったんですよ、結構、長時間。そうだね、うん、もう前の日から泊まって、うん、そっか、ここで朝一から、朝一番で、うん、びしょびしょになりましたけどあ、きつい。そっか、うん、いや、大変だっただろうなって思った。なんかさ、ミリアとヨダとデンちゃんとミナミが結構早かったの。うん、早い人大変だなって思ってたなんかね、私結構そんな朝早くなくて、早かったけど着いてからも結構楽屋で寝てたのねあ、そうなんだ。そうだ、まだかなーとか言って。うーん。そう、だから大変そうだなって思ってた。すごい楽しかったっていうか、なんか。うん、楽しかったね。換気扇の MV って思い出なんだよね、全部。いやー、そうだね。確かに。だから、選びました。はい。はい。じゃあ、次。はい。僕の思い出に残ってる MV は、はい、じゃん、未来のことで、いいですね。まあ今は言ってたんですけど、うん、学生の MV はなんか一個一個すごい思い出が詰まってて、うん、で特にこの未来の答えはやっぱね、すごい楽しかったね楽しかったね、楽しかった、はしゃいでたもんね。うん、うん、いや、これもこれも結構私暇してた気がするな。嘘いつも暇してるなんかさ、学校だったじゃん。うんうん、なんか撮影場所が、うん、で、なんか学校でみんなでいるっていうのがちょっと新鮮で、うん、確かに、すごいなんかそれがウキウキというか嬉しくて、うんうん、はしゃいだ。確かに、ね、浴衣とか着れたのもすごい楽しかったよ ね楽しかった、ね、最後見せて花火。そっか、この日も雨か。そう、この日も雨降っちゃって、本当は浴衣外だったけど。ね、花火ね、うん。そうなんです。花火見たかった。うん、これも思い出。思い出ね。あ、そう、リリアと水木がなんか、こういう感じだったんですか。なんか、僕と山だけ謎の設定が。そうだよね。っていう。なんか、保健室でさ。そう、なんか、倒れちゃって、僕、うん、それで保健室で起きたら山がいて、うん、で山におでこで熱測られるっていうことがあったんだけど、どういうシチュエーションなの、それ。どういうシチュエーションと思って、でやっぱ結構しゃべったりするから、その分倍恥ずかしいっていう。そうね、チューしたのって、チューしてないチューはしてませんでもなんか、チューしたばっかコメントになってるね。いや、私はさ、そのシーンはさ、二人しか知らないわけじゃん。そうね。だからさ、MV 見てさ、え、こんなことしてたのって思ってびっくりしちゃった余計恥ずかしい、それ聞いたらちょっとびっくりまあそんな感じ、ね、はい、はい、じゃあ私さっきやっちゃったんで、リリアいきます。はい、続いて私が選んだ MV はこちらです。
ん、意外ブレイク、意外ブレイク、意外いや私も好きだなそれ。いやいい、僕本当にこの曲が出た時からずっと好きだっていうのを言ってるんだけど、うんうんうん、曲自体も好きなんだけど MV がめっちゃ可愛いじゃん。うん、あの MV 大好きで、私も好きだ、好きかも。なんかさ、カートに乗って出たりあって、うん、可愛い。いや好きなんですよね、語彙力ないから何も言ってないんだけどさもう好きなところがいっぱいある。見よ、見よ、見てください。うん、見てほしい。見てほしい。そう。ミサ先輩、うん。そうなんですよ。これ、おじさん方、うん。あ、シュートさん。あ、そっか、シュートさんか。あ、そうなの、シュートさんなんだ。お、やっぱシュートさん。さすがだわ。さすが。なんか、全員にやっぱ見どころあるよね。で、その、それぞれの4人さんのね、うん、歌声がちょっとずつ違うじゃん。うんうん。それがすごい聴いてて楽しいし。わかる。そう。MV も好きだけど、曲も好きだし。なんかさ、カラオケとかでさ、行くとさ、なんかその人の歌い方似せちゃわない？わかる。意識してないんだけど、わかる。うん、真似しちゃう。真似しちゃうね。これいいね。なんか、今あんまりやらないからさ、この曲も。そうなの。ね、だから、ミニライブとかで見たときなんか、うわ、すごい好きって。いやドキドキした、すごく。ね。嬉しかった。未だにその映像保存してる、多分。嘘？本当？うん、送られてきたやつ。いやー、本当に大好きなので。ました。はい、1位がこんな感じですね。以上で、はい、はい、以上 MV ランキングでした。楽しかったですね。ね、こんな感じ、これでいいのかな。終わり企画、うん。あとはなんかさ、私がさ、台本ぐちゃぐちゃ順番ぐちゃぐちゃにしちゃったからさそうだね。でも、もう企画はもうそうだね、企画から質問全部やったので、じゃあ次は、はい、質問返しコーナー。はーい、はい、来てくださってます、ありがとうございます。ショールームのツイッターに寄せられた私たちへの質問にこの場で答えていこうっていうコーナーです。はい、たくさんの質問が来ていたみたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。出演メンバーをショールームのツイッターアカウントでお知らせするときに募集したりしてるみたいなので、またぜひぜひチェックしてみてください。次の、はい、はい、では質問コーナー行きましょう。はい、そう、質問がね、こうリストアップされて、あ、これかんですけど、うんうん、こうどうしよう、あ、相手に答えてほしい質問を、うん、選んで質問し合うって形で、はい、うん、じゃあどっちから、どっちからやる、じゃあ私質問するわオッケー、わかった。なんだろう、ね、もし生まれ変わるなら誰になりたい、はい、メンバー、メンバー、もし生まれ変わるならか、迷うよね。あ、はい、はい、アスカさん。ああ、アスカさんです。だって僕はアスカさんに一目惚れしてファンになったので、うん、あ、そうだったんだ。そう、乃木坂知らなくてアスカさんを見てから知った感じ、うん、あ、そうだったんだ。そう、だからアスカさんいなかったら僕ここにいないので、ああ、アスカさんに感謝です。そう、そんぐらいすごく好きというか、なってみたいって思うのはやっぱアスカさんかな。確かに、なんか気になるよね、アスカさんって。うん、何やってんの。あとアスカさんの頭の中覗いてみたい。わかる何考えてるんだろうって、うん、
やっぱなんか気になる人ってさ、うん、なんていうんだ、なんか寡黙、寡黙じゃないか、なんかミステリアス、うん、な人って気になるよね。なんか気になるし、なんかやっぱ好きすぎて自分が、うん、全然話せないんだよね、未だに。あ、何年経ってんのって言われるかもしれないけど、本当に未だにすごいなんかどうしようってなっちゃう。確かに、なんか先輩に話す時ってさ、なんか変に思われたらどうしようとか気にしちゃう。そう、めっちゃ考えてる。わかる。そう、そんな感じですかね。はい、じゃあ今度僕が質問を、はい、しようかな。うん、どうしようかな。あ、はい。はい。一番好きな衣装を教えてください。お、衣装？これすっごい悩むんだけど。お、衣装だよね。衣装だよ。今日は、うわぁ、めっちゃ迷う。これ迷うよね、結構。迷う。全然一番じゃなくても、なんかパッと思い浮かんだのにも。あの日僕はとっさに嘘をついたで。ああ、いいですね。あれ好き。いいよね。わかる。あ、でもね、あれ好きだったのすごくね。けど自分が実際入って着るじゃん。うん。たらめっちゃ暑いの。だから、あっつこれとか思って。でも好きな衣装です。いいね。はい。素敵だよね。なんか井上さんって感じ。思い出ある。好き。これって結構なんかいろんな人に聞いてくの楽しいよね、衣装。楽しい。衣装やっぱいろいろあるからね。うん、ほんと。好きな衣装。うん。はい。そう、汗だくになるの、あれね、なんか、すごい生地だよね、あれ。そうだよね、なんか、なんだろう。ベロアあれって。え、そうなのかな、熱いよね。やっぱ踊る、結構踊るしね、あの、うん、重いし、うん、あのこれ着てた、着てる時は、あ、暑いんだなって思ってみた。そうですね。はいはい、じゃあ次、私がじゃあ次質問しますね。じゃあこれお互いでもいいですか。はい。お互いの第一印象を教えてくださいっていう質問。ああ、第一印象。でもこれ話しやすいかなって思って今言った。ああ、第一印象は、うん、でもパッと見、優等生っぽい感じ。いや、なんかやっぱ髪をさ、こう結んでて、うん、で、なんかすごい顔立ちが綺麗だから、ほとちゃんはだから、なんかすごい優等生っぽいイメージだった、うん、第一印象。ありがとう、だっただった、過去形だった。いや、うーん、そうね。うん、今は可愛らしいイメージ。ありがとう。いや、ほんとはずちゃんに僕甘いと思うんだよね、正直。うん、甘いと思う。甘いと思う。優しいよね。いや、超可愛いんだよ、全部。嘘。可愛い。え、本当は言ってくれるよね、リリアって。うん。可愛いと思ってる、だって。嬉しい、嬉しい。いや、ちょっとじゃあ、第一印象に戻れるように頑張るわ。いえ、いいよ。今のままで。いいよ。嘘。すごい。じゃあ、もう。私、じゃあ、リリアの第一印象言う。リリアの第一印象はね、リリアの第一印象はね、あんまり喋んない。お、喋んない子だなって思った、すごい。で、顔が濃いみたいな。可愛くて、顔が濃くて。で、あの、多分、初めて喋ったのはリリアかもしれない。嘘。うん。あの、撮影っていうか、あの、あ、なん、え、何審査？うん、四次審査かなんかの時にさ、こう、オーディションを受ける女の子を撮影する感じで、うん、なんかこう、一緒に会社に入るシーン撮ったじゃない。ああ、はいはいはい。
あれの時のイメージがあって、すごく。あー、なるほどね、あった。うん、なんかこの子喋んないんだな、本当にって思って。そう。だからな。でもやっぱ、人見知りだし、うん、緊張を多分してて、うん、なんかあんま喋ってなかったかもしれない。そうだよね。でもだからその一緒に同じメンバーとして入って一緒に喋った時は、わあ、なんか喋ってくれた、嬉しいみたいな。そう。嬉しい。そう。だからもう本当に好きです。ありがとうございます。はい。そんな感じ。緊張するよね、はい。緊張してたよね、だって。緊張した。ね。あ、お。終わり、あ、時間か、終わりか、もうすぐ。もう終わりました、あら。はい。あ、終わり、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの、また多分次の、ね、そうね、時とか、コメントしてくれたら、こう、まとめて読むと思うんで、ぜひしてみてください。はい、お願いします。お願いします。はい、で、以上です。では、この、はい、そろそろエンディングのお時間となります。早いね。早かったね。怖い。ちょっとバタバタしてしまって申し訳ないですね。すいません。はい。ここで、乃木坂46からお知らせです。はい、7月24日、新曲絶賛配信中なので、聴いてみてください。これはもちろん、皆さん聴いてると思うんだけど。ね、聞いてると思います。はい。で、MV 集も9月9日に発売となるので、もうすぐですね。来週ぐらい。そうですね。もうすぐですね。そうですね。ぜひ買ってちょっと言い方があったら、チェックしてください。聞いてみてください。はい。で、書いてないけど、はい、あと2日で私たち3期生4周年となります。そうですよ。そうなんです。3期生4周年なので、お祝いしてください。思い出の、集まりたいのに。ね、集まりたいね。なかなか難しいからね。連絡するね、みんなに。そうだね、グループでね。うん、そう、返してね。返すよ。はい、うん、そんな感じです。はい。以上ですね。はい、たくさんの方、何万人ぐらい行ったんだろう。5万人ぐらい。お、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ10位から名前呼んでこう。そうですね。よいしょ。え、どうやって読むんだ。縦にしまして、縦にして、タイム、あ、これか、あ、これだ。ありました。累計ライブ、いや、ライブ。じゃあ、はい、10位。はい、10位、しばゆうさん。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ交互に読んでいこうか。 OK。 でもね、これね、多分ね、端末って違うんだよね。あ、そうなの。あ、じゃあ全部読んで、ごめん。うん、OK。 ごめんね。9位ベッティさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ベッティさん。で、8位がカイキット、葉月神吉さん、ありがとうございます。おー、ありがとうございます。7位、シオンさん、ありがとうございます。シオンさん、ありがとうございます。6位、マウスピースさん、ありがとうございます。マウスピースさん、ありがとうございます。5位、メリーシャマーさん、ありがとうございます。メリーシャマーさん、ありがとうございます。4位、ホビートさん、ありがとうございます。ホビートさん、ありがとうございます。3位、チャミさん。お、チャミさん、ありがとうございます。2位、ヤユさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして1位は、ウイチさん。お、ウイチさん、ありがとうございます。お、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。はい、そろそろお時間となるので。あら、早いな。はい、早いですね。うん、さあ、じゃあ次回の告知をしますね。はい、はい、次回の乃木坂ナンバーワンは9月9日水曜日の7時から生配信の予定になります。次回のメンバーは追ってお知らせしますので、はい、Twitter などでチェックしてください。はい、そして来週の配信を見逃さないために、画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせが行くので、ぜひフォローよろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっとこんなグダグダで結構
バタバタしてしまって本当にそうですね。ごめんなさい。見に来ていただけると嬉しいです。はい。以上、向井葉月でした。伊藤リリアでした。はい。またお会いできるの楽しみにしてます。またねー。またねー。